おいっす、おいっす、こんにちは、こんばんは、おはようございます。はい、ということでね、ナッシュさんから案件いただきましたイエーイ。はい。大体やっぱ気になるのって、価格、バランス、価格、バランス、味、量。多分これ、あ、できました、取ってきます。チリハンバーグステーキ、頼みました。これ見えるかな？中身見せるわはい、中身こんな感じ。これね、ランキング1位だった。熱い、わかる、このめっちゃ画質いいなえ、めっちゃ画質良くない、まあ、こんな感じで、その主菜と副菜みたいな感じで多分できてんのかなっていう感じです。あの、みんなもご飯と一緒食べて、あの、今日はあの何種類か食べて、あのみんなに伝えたいから、今日はご飯いいや俺。さすがに多分ね、ご飯一緒に食べちゃうと多分ね、俺あの満足しちゃう危ない、今顔出た、今顔出てた、今俺、うう、実写配信スリルある、ウィウィウィ、スリルある。これ見せながら食べるのって結構難しいんだね。ちょ、ごめんね、あの俺箸使い、あの左利きなのにご飯右で食べるからさ、箸使いがちょっとどうしてもあれなんだけど、見えてる？ちょっと多分これ熱いわ、待って、多分熱い、焼けるするかも、焼けるかな。いただきます、いただきます。これうまいっすね。これね、美味しいです。どんなハンバーグなんて言ったらいいんだろうな、なんか肉肉しいっていうか、あのつなぎ感っていうよりかは牛肉っていう感じのビーフステーキ。ビーフステーキ今俺ビーフステーキって言った？ビーフハンバーグね。でマジ美味しい、あのね、めっちゃご飯進むよこれ。危ない、顔出る危ない、顔出る、顔出る、顔出る、危ない、危ない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 。自社配信楽しい、クソおもろいやん自社配信。いやマジでね、めっちゃご飯進むよ。いや、なんか普通に食べてほしいなこれ。いや、そのハンバーグとその副菜込みでこの金額だったら全然めっちゃいいと思う。しかも何がいいってさ、あの買い物に行かなくていいからさ、あの家にこれが届くっていうのが最高だよね。うん、いや、ちょっと副菜いただきます。これ身のなんだろう、これ芋の、あ、でも副菜はなんかあのハンバーグと、いなんかなんか真逆っていうか、なんかハンバーグはもうこれでご飯をあなたは食べなさい、美味しいでしょっていう、こう結構パワー系なんだけど、副菜はなんかその素材系、なんか素材の味系だね。うん、結構シンプル。いや、マジでシンプル。うん、いや、めっちゃ優しい。副菜マジで優しい味してる。なんかハンバーグは結構パワー系だったからさ、副菜もなんかあれなのかなと思ったけど、めっちゃうまい。ナスの何なんだろう、これ。これめっちゃ美味しいな。
もうなくなっちゃったけど、この真ん中のナスのやつめっちゃ美味しかった。何味って言ったらいいんだろうな、これ。食べたことない。何味なんだろうな。和っていうよりかは、ちょっとなんかスパイス味がある。なんかでもスパイス味があるんだけど、なんか優しい味みたいな。これ副菜こんだからだったらナス優勝。これナスめっちゃ美味しいよ。ごめん、なくなってから言っちゃったけど、ここにナスあったんだよ。ここにナスあって、あ、ナスのバジルソースなんだ。これめっちゃ美味しいよ、マジで。俺結構大食いなんだけど、なんか夜めっちゃ食べるのね、俺。で、昼とかの寝起きとかはあんま食べないんだけど、なんか寝起きとか、もうほんとなんか朝昼ご飯ぐらいのあれだったら、俺はこれとそのご飯一つ、なんかなんていうの、あのでなんかチンのご飯とかあるじゃん、なんかあのぐらいのご飯あったら全然なんか俺は満足できるぐらいの量ある。夜の暴飲暴食したいときは2個いくかもしれないけど、でも2個は多分ちょっと多いな。はい、ということでね、みんなナッシュって知ってる？みんなナッシュって知ってる？まあ、ナッシュとはっていうところがまああるんですけど、まあ本当にそのサブスクみたいな感じで登録してもらって、あのまあ本当にこうね、毎日の食事に笑顔を届けますという、まあ、そのおっしゃってますけど、まあ、簡単に言ったらさっき言った通りはバランスも良くて、あの美味しくてっていう感じでございますね。はい。What is Nash? ってことです。はい。What is Nash? もう言った通りですけども、あの、あれです。バランスがいいと。はい。もう見ての通りです。生活習慣病とかやっぱありますよねって。そういうところってやっぱり、いろいろ気づくの大変じゃないですか。そんなあなたにこんな言うね、まああるわけですよ、この以下でね生活していきましょうって。そんなの計算してね、毎日自炊してますか、食べにご飯行ってますか、行ってませんよね。そんなあなたにこのナシのこだわり抜いた日本の食生活をね変えるために、ちょっとねよかったらこう食べてほしいなっていうお話でございますよ。はい。でも正直やっぱ何がいいかって種類がめっちゃあるんです、本当に。それも後で見ようかなと思うんですけど、まあ、だからあの飽きないですよね。まあ、でも正直あのハンバーグマジ美味しかったから、全然これリピートしてもいいと思います。これマジで美味しかった。これ全然リピートしていいと思う。うん。まあ、でもやっぱ飽きるじゃん。でコンビニ弁当も飽きません？なんか選びたい放題じゃないですけど、なんかわりかし選べるのめっちゃいいなと思います。でもなんかほんとシェフさんがこだわり抜いてるみたいです。だって実際買い物行く前にこんなで考えたりとかね、買い物行く時間とか、まあ、あと後片付けもめんどくさいですよね。やっぱそういうところもね、やっぱ2時間ぐらいかかっちゃう、そんなあなたに。でもナッシュだったら、ナッシュだったらなんと冷凍でご自宅にお届け、レンジで約5分、そして分別なくもうポイってするだけで、また明日も笑顔で生きていけると。で、なんと、ナッシュ100種類あるらしいです。100種類やばいですね。全部1種類ずつ頼んでたら全部食べるのに3ヶ月かかります。1日1食計算で3ヶ月、やばいですね。1日1食計算で3ヶ月です、やばいですね。で、あとそうなんかね、ドーナツとかパンとかもあるみたいで、だからもう俺はやっぱご飯炊いたりチンするっていう手間は全然いいんだけど、もうそれすらもめんどくさいって方はパン頼んでください。であとそうなんかプレミアム、ナッシュプレミアムっていうのがあって、なんかそれになんかあるともっとこうその高級志向なやつとかもこんな感じであるみたいで、はい、これはあの俺食べないんでもう何もあれなんですけど、逆に感想聞かせてほしいです。はい、なんかもし食べたことある人いたら教えてください。多分美味しいです。で、まあなんかこういうその料金プランとかもあるみたいなんですけど、今回この QR コードか、テレビであの今見て配信見てる方はこの QR コードピーってやってもらえたら多分見れるし、あの固定コメントの方ね、 URL であのその割引のやつとかも今ありますんで、
で、これがさ、この配信の限定のやつだから、そっちの方が多分お得なので、そっちで多分お試ししてもらって、で、食べるみたいな感じで。で、多分そっからなんかリピートしようってなったら多分これになるって感じですかね。まあ、いろいろあるみたいですね。ということで、チン、終わったんで、ちょっと取ってきてもいいですか？ 取っていきまーす。彩りのモンゴリアンビーフ。はい。モンゴリアンビーフというものを頼んでみました。やっぱみんなそのランキング高いやつは食べるだろうなと思って、ちょっとモンゴリアンって何ぞやと思って。 せっかくだったらマジで全然食べたことのない、なんか味の想像がつかないやつ食べてみようかなと思って、これモンゴリアンビーフ頼んでみましたね。どう？彩りのモンゴリアンビーフ。モンゴリアン感じるでしょう。モンゴリアン感じますか？俺はモンゴリアン感じてます。そう、副菜違うね。ほんとだ、副菜違う。え、副菜全然違う。あ、こんな感じなんだ。これ混ぜた方がいい？混ぜれるか。ちょ、混ぜるわ。ちょっと待ってな。いや、でもやっぱり、まあ、簡潔に言うと、でも、モンゴリアン。だから、その俺の中のモンゴリアンのハードルを超えてくるかどうかっていうところをちょっとフォーカス当てて食べますね。いただきまーす。お、うまい。甘い。甘いね。いや、なんて言ったらいいんだろう。ちょっと、めっちゃむずい。なんか今まで食べてきた味じゃない。 なんて言ったらいいんだろうな。甘じょっぱい。甘じょっぱいって感じかな。日本でいう生姜焼きのモンゴリアンだよ。日本でいう生姜焼き系のベクトルのモンゴリアン。生姜焼き系のベクトル。あ、でもプルコギ結構近いかも。プルコギだ、プルコギ。あ、副菜うま。これなんだろう。なんかの貝柱かな、これ。おいしい。お酒飲める、これ。モンゴリアンソースはトマトソースとかビネガーが入ってるらしいんです。あ、なんかそんな感じする。結構なんかビネってる感じがあるんで、あるある。なんかそのお酢っぽい感じ。ガチなんか一生食べちゃうから、ちょっと まずいな。普通に満足して配信終わりそう。で、さっき言ったメニューが100種類あるっていう話なんですけど、もうほんとこんな感じでめっちゃ美味しそうで、これだね、さっき俺が食べたハンバーグ。一番左のチリハンバーグステーキ。これガチで美味しかった。なんかランキング1位になんかいる意味がわかるぐらい本当に美味しかったです、これ。あと、ほんと10食ぐらいいただいてるんで、いただいてるのがこのクリームコロッケグラタンとオニオングリルハンバーグもあって、あとこの辺マジで美味しそうだなと思って頼んでますね。で、俺がその悩んだのは、その彩りモンゴリアンか、この至福のジンギスカン、至福のこのジンギスカンで悩ん、めっちゃ悩んだ。で、まあ、あと、最近で言うと、俺風邪ひいてたじゃん。で、風邪ひいてる時とかに、何もしなくても、その買い物にすら行かなくていいからさ、これ。ナッシュ。だから割となんかそういう体調悪い時とかに冷凍庫とかにこう予備みたいな感じで入ってるとめっちゃ助かるなって思った。正直なんかその初見の感じでめっちゃ言ってるけど、実際体調悪い時ナッシュ先にちょっと食べちゃってて。あんま言っちゃいけないかなと思ったんですけど、まあ、実は案件の前からいただいてたから、もう食べてて何個か。はい。実はもうな、食べ、もう言う、正直言いますもん。食べました、正直。まあ、あと本当、もうさっき言った通り、初回その限定で、このクーポン5000円オフみたいなのもありますんで、ぜひ、この配信見てね、興味持ってくれた方は、URL から、この QR コードだったり、固定のね、URL からだったりで、
注文してみてはいかがでしょうか。さあということで、実写でのね、なしの案件配信、来ていただきありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございました、よかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバーイ。